ベスナシュカレオジュボルトは、クロアチアの政治家である。1990年の初の民主選挙までは、クロアチアの裁判所に勤めていた。1990年代に入ると、クロアチア民主連合に入り、大統領フラニョッジ自慢の相談役の一人となった。1990年代後半には、東スラボニア地域にある、セルビア人の自治地域。 東スラボニアバラニアおよび西、スレムセルビア人自治州のクロアチア主権下への復帰のための交渉を主導した。2000年の総選挙での HDZ の敗退の後、恩恵派とみなされていたシュカレオジボルトは、HDZ を離脱し、マテグラニッチと共に民主中道党を設立した。3年後の総選挙では、当選を果たし、同党で唯一の議員となった。 グラニッチが民主中道党の党首を辞任したため、その後任として党首に就任し、イーボ・サナデル内閣に法務大臣として参加した。この時、サナデル内閣で唯一の非 HDZ の閣僚となった。クロアチアの司法機関は政府で最も汚職が蔓延し、機能不全に陥っていると言われていた。シュカレオ・ジュボルトは、 その改革を掲げて、大衆の注目を集め、特に難解であった、土地登記のデジタル化などが特筆される。メディアとは良好な関係にあり、サナデル内閣の閣僚の中でも人気は高かったが、HDZ 党内では、わずかに一議席しか持たないシュカレオジボルトの党の希望に、比べて彼女が良いポストを得ていることへの不満があったと、される。任期の末には、 クロアチア紛争中のセルビア人武装勢力の指導者、ドラガン・バシリコビッチのクロアチアへの引き渡しを求めて大きな注目を集めたが、引き渡しは実現しなかった。また同じ頃に、アンテ・ゴトビナの訴訟に対するクロアチア政府の法的方針がメディアに漏洩した件に関して関与が疑われていた。2006年2月10日、サナデルは、 シュカレオ・ジュボルトを解任し、HDZ のアナ・ロブリンを公認に据えた。シュカレオ・ジュボルト率いる民主中道党は、2007年の総選挙では1、議席も確保できなかった。ありがとうございます。